ないでよ。耳が痛くなるでしょ。でしょ、D4 フェス、またここに戻ってこれたんだからね。もう仕方ないか。正式招待。おお、リンク、本当に分かってるの？みんなが正式に招待されて嬉しいぞって気持ちは伝わってくるよ。それはそうなんだけど、こうすごいステージに呼ばれた重みとかやりがいとか緊張とか。緊張？緊張か。でも結局自分たちが面白いと思ったことを全力でやるだけだよね。自分の力を出し切るだけか。でもワクワクしてるのはみんなと一緒だよ。それは当然だね。荷物を置いたらいろいろ見て回ろうよ。賛成。ホテルの中には大会出場者のポスターが貼ってあるんだ。ちょっと落ち着きなって。というか撮影してもらったんだから貼り出されるのは知ってたでしょ。知ってたよ。知ってたけどこうして実際に見たらなんかこうやらって感じ。私は不満だね。不満あり。撮影の時に私が注文した内容一つも反映されてないんだもん。ああ、そういえばムニ、カメラマンさんに角度とか明るさとかいろいろ言ってたっけ。そう、せっかくムニちゃんも可愛く撮る秘訣を教えてあげたんだから、もっと可愛く映してくれなきゃ。贅沢だな。私なんかこの大舞台に自分たちのポスターが貼ってあるだけで満足だよ。ハッピーアラウンドのみんな。ロンドのみんなだ。こんにちは。ええ、こんにちは。よっ、調子はどう？ホテル入り早いですね。プログラムを見ましたけど、出番はまだ先ですよね。うん、どうせなら最初から D4 フェスの空気を感じていたくてね。それ、わかります。でもそっちは初日から出番だから、ゆっくりと空気を味わってる暇は。すっごく楽しいよね。余裕たっぷりのようね。頼もしいわ。ハッピーアラウンドのステージ楽しみにしているよ。こっちもロンドのステージ見せてもらいますね。うん、ありがとう。ポスター見て回ってるの？だったら向こうにコールオブアルテミスのポスターも貼ってあったよ。アルテミス？今回復活するっていう伝説の DJ ユニットね。あとそれに。それに？いえ、自分の目で確かめてもらった方がいいかもしれないわね。そうそう、別のとこに行きたがるなんて失礼でしょ。気にしなくてもいいよ。また時間がある時にでも話そう。じゃあ失礼します。何よ、マフも気になってるんじゃない。当然でしょ。これだ、コールオブアルテミス。
やっぱりすごいって思うよ。この人たちは一つの時代のトップまで上り詰めたんだもん。そんな人たちと同じステージに上がれるなんて、もう最高。ん？あれ、でもこれってアイリさんだよね。アイリさん？アイリさんってファイナルの？何バカなこと言って、アイリさんだ！確かにアルテミスのメンバーにアイリって名前はあったけど、嘘でしょ！？あれってどういうことなんだろう。どういうことって言われても私にわかるわけないでしょ。あれはやっぱりアイリさんだよね。私たちいっつもバイナルで喋ってるんだよ。あのアイリさんが、あの伝説のコールオブアルテミスの天のアイリ、信じられないよ。びっくりしたよね。あ、いや、ごめん、ちょっとびっくりしすぎて声が大きくなっちゃった。けど引っかかってるのってそういうことでしょ。どう見てもあのアイリさんとポスターのアイリは同じ人にしか見えないけど、本人に会ってちゃんと確認しないとモヤモヤするってことでしょ。そう、そういうことなんだよ。だってコールオブアルテミスなんだよ。突然 DJ 界に現れてトップへの階段を一気に駆け上がって、そのまま音楽シーンを牽引するほどの影響力を持つ存在になった。かと思えば人気は絶頂、キャリア的にもまだまだ音楽シーンを引っ張っていけたはずなのに、ある日いきなり解散してしまった伝説の DJ ユニット。本当にあのアイリさんがあのコールオブアルテミスのメンバーだったなんて。そう、ムニの言う通り、本人に会って直接確かめでもしなくちゃ落ち着かないよ。自分たちの目で確かめた方がいいっていう？あの言い方からするとありえそうな気もするけど、椿さんと愛理さんって知り合いだったりするのかな。じゃあさ、愛理さんに会いに行こっか。会って聞いたら全部分かってすっきりするんじゃない？会いにってどうやって？それは、アイリさんこんにちはって会いに行けばいいんじゃないかな。バイナルに入っていくときとは状況が違うじゃない。状況が、でもアイリさんならこんにちはって歓迎してくれるんじゃない。ありえる、ありえるんだけど、もう D4 フェスが始まってるんだから、メンバーが一緒に行動してることだってあるでしょ。コールオブアルテミスに会うなんて緊張しかないよね。それは隠していたならそうかもしれないけれど、アイリさんは堂々と自分から出てきたんでしょ。あのアイリさんと天野愛理が同一人物かどうか確かめるぐらいしたって罰は当たらないんじゃない？そうだよね。同一人物かどうか挨拶するぐらいなら許されるよね。よし、じゃあ愛理さんに挨拶しに行こう。こんにちは。ファイナルの時と変わらないでしょ。とにかくもうちょっと丁寧に行こうよ。アイリさんに挨拶するとなると一人だけじゃなくて、コールオブアルテミス全員がいるかもしれないんだよ。
しみ。よし、アイリさんに会いに行くぞ。とりあえずロビーまで降りてきたのはいいけど、アイリさんの部屋を訪ねて。あ、そう、私たちアイリさんのスマホの番号も知らないし、どの部屋に泊まっているかも知らない。もちろんホテルが教えてくれるはずもないでしょうし。そっか、そうだよね。アイリさんどこにいるんだろう。それ、だいたい忙しくしている時じゃない？迷惑になっちゃうのは良くないか。じゃあ、このまま本番を迎えるしかないかな。うん、今度バイナルで会った時に聞くしかないか。あら、ハピアラのみんな、こんな場所で会うなんて奇遇ね。あ、アイリさん？向こうから来ちゃった。しかもノリが軽い。あ、アイリさんだ。こんにちは。はい、こんにちは。何かしら。どうしよう。頭の中が真っ白になってきた。聞きたいことは山ほどあるけど、何でもかんでも聞いたら迷惑になっちゃうし、だったら一番大事なことを聞かないと。大事なこと、一番大事なこと、順序立てて簡潔に聞かないといけないから。アイリさん、なんでここにいるんですか？私？だってアルテミスのメンバーですから。いや、それはさっきポスターを見て分かりましたけど、驚きましたけど、完全に予想外でしたけど。うんうん、びっくりしたよね。いいのよ、確かにみんなには何も言ってなかったもんね。したの？ああ、マナ、ちょうど知り合いの子たちが今回のディープオフェスに出場していてね。か、火星マナさん？火星マナさん？だからこの人もコールオブアルテミスのメンバー。アルテミスが解散した後はアイリさんと一緒にスカーレットカナリーってユニットで活動してた人。というか、前回大会で司会だってされてたでしょ。じゃあ、すごい人？そう、すっごい人。まあね。それで、あなたたち、アイリに何か用だったの？用というほどのことではないんですが、私たち、アイリさんがコールオブアルテミスのメンバーだったなんて知らなかったので驚いてしまって。なるほどね。アイリ、あなたちゃんとステージ衣装着てメイクもバッチリしてないとオーラが出ないんじゃない？え、そうなのかしら。私って平凡に見えちゃう？いやいやいや、素敵なユニットのメンバーがまさか身近にいるなんて考えもしなかったので。緊張しちゃって可愛いよね。うん、こ
これで目的は達成できたわけだから、そろそろ引き上げた方がいいかな。身構えていた割にあっさり目的が達成できて、正直拍子抜けだけど。よかったら外の空気を吸いながらもう少しお話ししない？うん、いいよ。こら、リンク！私たちは大丈夫ですけど、アイリさんたちはお時間大丈夫なんですか？ものすごくお忙しいんじゃ。ねえ、やることはあるけれど、ちょっと興味があってね。あなたたちが大丈夫だったらどうかしら？面白そうだから、私もついてっちゃおうかな。じゃあ、ちょっとだけ。D4 フェス出場、おめでとう。前回から大躍進ね。ありがとうございます。いろいろとありましたけど、おかげでどうにか。そうだ、いろいろといえば、アイリさん、前に私に話してくれましたよね。何だったかしら。ほら、公園でアドバイスしてくれた時、夢中になっていいところまで行ったことがあるって言ってましたよね。あれ、アルテミスのことだったんですか？ああ、あの時の。え、そうよ。いいところどころか、ほとんどてっぺんじゃないですか。まだまだ、上には上がいるものよ。アルテミスの上、想像もできないですね。そう？だって、アイリさんたちが解散した時、みんなびっくりしたって聞きました。そのぐらい人気絶頂だったんですよね。そうね。私たちの音楽を聴いてくれた人たちには喜んでもらえてたんじゃないかな。でも、いろいろ事情があって解散したの。すみません、立ち入ったことを。いいのよ、もう昔のことなんだもの。あ、わかった。じゃあまた新しい目標ができたから再結成したの？ちょ、リンカ、その人の事情に踏み込むようなことを聞いたらダメじゃない。そうだよ。あ、いや、弾みとはいえ、たった今私も聞いちゃったけど。大丈夫よ、そんなことで怒ったりなんてしないわ。大丈夫だって。いろいろ理由はあるんだけど、やりたいことができたからかしら。私がやりたいこと、私ならできること、そういうのを見つけたからカムバックしてみようという気になったの。だからあなたたちが頑張っているのは知っているけれど、手は抜かない。全力でこの大会の頂点を取りに行くわ。あ、アイリさん、すっごい迫力。さすがは伝説の DJ ユニットのメンバーね。ねえ、あなたたち。あなたたちは私たちのことを伝説と言ったけれど、その伝説が競争相手になってどんな気持ちかしら。なんだったら今からでも棄権したっていいのよ。正直怖いです。でも、伝説にかけたらこれ以上ないほどの宣伝効果になるわ。ムニちゃんの名前が世界にとどろくかもだ。諦めるわけがないじゃない。アイリさんが競うことになるとは思わなかったけど、でも私すっごくワクワクしてる。本番前にみんなとお話できてよかったわ。あなたたちのステージ楽しみにしているね。